皆さんこんにちはヴァイオリン奏者の牧野淳也です今回はジョン・ケージというアメリカの作曲家が作曲しましたバイオリン独奏のためのフリーマンエチュードという曲について解説をしていきたいと思います、えー、まずジョン・ケージという作曲家についてなんですけど、まあ、この作曲家はすごく現代音楽と呼ばれるジャンルの中で大変名前が知られている有名な方でしてそれから色々な功績 があるんですけど、えー、詳しくもしジョン・ケージの,、ね、その生涯の方ですとかいろいろな作曲、えー、技法とかどういった曲を、あのー、残してでどういったまあ功績を、えー、我々に残してくれているのかっていうことを知りたい方は、えー、別の動画ジョン・ケージについてを撮ってありますのでそちらの方をご覧いただけるとよりジョン・ケージ のその全体的な、ね、ことが分かるんじゃないかなと思いますので概要欄の方にリンクを貼っておくのでもし、えー、ご興味ある方はそちらも一緒にご覧いただけたら、えー、嬉しいなと思います、はいえー。で「フリーマエチュード」についてお話をしていきたいんですけど、えー、皆さんこの曲は、えーまあ、名前とか、まあ、演奏は分からないですけどどこかでお聴き になられたことはあるでしょうか、はい、この「フリーマエチュード」はバイオリン独奏のために書かれた古今東西いろいろな作品群の中で最も演奏が難しい曲の一つといっても過言じゃないんじゃないかなと思います。はいまあ、いろいろねそのバッハの作った有名なソナトと「パルティータ」から始まって「まあ、パガニエの24のカプリース」とか。 ィニアスキーの練習曲ですとかイザイの6つの「ソナタですとかいろいろな難曲っていうのはすごくあのたくさんあるんですけど、まあ、このジョン・ケージの「フリーマーエチュード」は全体を通すと、まあ、演奏者にもよるんですけど1時間半から2時間を超える場合っていうのもありましてで32曲練習曲が全部であるんですね。すすごく長長い、い演奏時間も長いですし 楽譜もすごく複雑なのであの演奏がものすごく大変演奏者にとっても、えー、大変ですし聞く方、リスナーの方にとってもすごくあの挑戦的であるような曲になっているんですねここから、えー、このジョン・ケージのフリ、えーマエチュードが作られたまず背景からお話をしていきたいと思います、えー、このジョン・ケージのフリーマエチュード は、えー、全てて曲曲曲を合わせまますすと32曲の練習曲から構成されています、えー、本でいうとブック1から4、まあ、各、えー、ブックに8曲ずつ入ってで合計で32曲なんですけど、えー、まず最初の第1巻第2巻が、えー、アメリカのバイオリニストであるポール・ズーコフスキーさんという方に検定されています。そして3番 4番目が今その現代音楽界をリードするまあ伝説的なバイオリニストであるアアーィン・アルディッティさん,にんでその二人にあのなっているかっていうのはまあその最初に書き上げた最初の12巻を書き上げた時期が1977年から80年といった間で。 それで次ができるの9年ぐらいなんですねで9年間あのこの作品の作曲が中断していたんですけどあの、まあ、アルディッティさんが登場してきて、えー、また再開されたということで、まあ、結構比較的13年14年ぐらいですかねの長いスパンで、まあ、検定者も分かれているといったそういった形になっています。 でまずこの「フリーマ・エチュード」がどういうふうにして作曲された、まあ、どのようなあの流れで作曲されたのかっていうことをお話ししていきたいんですけど「えエチュード・アストラーレ」っていうピアノののための曲があるんですねでそれにあの感銘を受けた、まあ、最初の検定者であるあのポール・ズーコフスキーさんバイオリニストのポール・ズーコフスキーさんが、えー、すごくあの、まあ、このような 曲のバイオリンバージョンみたいなものをジョン・ケージさん作曲してくれないですかとそういうふうな、まあ、提案をしたんですねそこでケージもうそれまではバイオリン一本の曲っていうのは書いたことがなくてあの比較的、まあ、まずそのバイオリンっていうものを開拓してあのいない状況だったので、まあ、興味を持ちましてじゃあ一緒にちょっと協力しながらその、まあ、エチュード・アストラーレのまあ バイオリンバージョンみたいなそういったものを作っていこうというふうになったんですねそしてベティ・フリーマンという方が正式にジョン・ケイジさんにこの作曲を依頼してでついに作曲が開始するということになりますこのベティ・フリーマンさんということはどういう方かって申しますと女性のカメラマンなんですねであのジョン・ケイジですとか他の有名な作曲家のナンカローとかスティーブ・ライヒ あとジョン・ケージと一緒に活動を共にしていたカニングハムっていうダンサーの方とかを、えー、と撮っていて、まあ、数多くのねその,その当時の芸術家のポートレートを撮り続けていたカメラマンです。それと同時にね作曲家とか美術家の講演者紹介者としても広く知られておりましてすごくそのアメリカの現代のいろいろなアート の、えー、ところに携わってそのアートのの普及に人、ね、人力をされていた人ですねでその彼女から、えー、依頼されてジョン・ケージはポール・ズーコフスキーさんと一緒に作り上げていくわけです。そして、えー、まずその、まあ、前段階といいますか、えー、バイオリンということをまあもっとあの知ろうということで「チープ・イミテーション」っていう曲、まあ、こちらは最初あのピアノの曲であったんですけどそれをまあバイオリンバージョンに。 あのズーコフスキーさんと一緒に編曲してで、まあ、ズーコフスキーさんの知識がかなり盛り込まれているそういった、えー、とものでまずその、えー、チープイミテーションのバイオリンバージョンを作ったと「コーラーズ」という曲も、えー、発表してそこでもまた、えー、バイオリンソーの曲を作りました、まあ、そこで徐々にね、あのー、慣れてきた、えー、2人が、えー、ついにリマエチュードの作曲に動き出しまして そして1980年までに最初の16曲ですね第1回第2巻を完結完結させます。ところがですねこのスコアにまあ記されたまあ指示とか音っていうのがまあものすごくあの基本のテンポがあの速いためにあのいくつかのその練習曲が演奏できないということが分かってしまうんですねそこに対してバイオリニストのズーコフスキーは このような発言を残しています、えー、全ての音はそれ自体ではまあ完璧にあの弾くことができるけど、えー、それらをこの決められたテンポであの迅速に確実に弾きこなすということはまた別の問題であって、まあ、多くの場合それはかなり不可能に近いっていうふうな発言を残していましてそれでまあいろいろ二人であの協力してそのまあどうにかね この書かれたように実現できるように試みていたんですけどなかなかそれもできずにでまあ刑事ももちろんそれは認めてその問題を解決したいと思ってあのいるんですけどまあその後まあ、なかなか解決策が見出せずにそれはもう一旦頓挫してしまうんですねズルコスキーさんもこれはもうちょっと引けないというふうになってでまあ刑事も なるほどなっていう形になってそこでまあまあそこでまあ月日が流れまして1980年代の後半に、えー、アービー・アルディッティさんという、えー、当時30歳後半か40歳ぐらいですかねにの,、えーのえー、と新進気鋭の,あのすごく現代音楽の分野で活躍されているアルディッティさんが現れて。 でこのジョン・ケージの曲を、まあ、書かれたテンポもしくはそ,のあのそれを超えて完璧にあの弾きこなしたんですねそこでジョン・ケージは非常にその演奏に感銘を受けてそれではもう君のアルディッティさんのために残りの曲を全部完成させようということで再びこの「フリーマンエシュード」の作曲にあの再開取り掛かったんですねそして、えー、ついに、えー、9年の休止期間を経て えー、1990年にこの「フリーマンエチュード第回」第1巻から第4巻まですべて作曲を終えて曲が完成するといった形になっています。でこの9年間という休止期間にもかか、えー、わらずこの作曲技法、まあ、っていうものは実質的に変更されてはいなくてですねその作品自体はすごく あの驚くべき完成をあの示している作品になっています。はい。えー、続きましてこのフリーマイチュードがどのように作曲されたかということを、えー、要点をあの取って簡単に説明をあのしていきたいなと思います。えっ、ー、とこのフリーマイチュードという曲はあのまあ聞いていただくとあのお分かりいただけるかなと思うんですけどすごくあの。 いわゆるストーリー性がないといいますかそういった一貫性、まあ、曲としての,そのまとまりというかそういったものはないんですね。でなぜそうなっているかっていうと、えーまあ、チャンスオペレーションというね駅やそのサイコロなどそのまあコンピューターの乱数表なども用いてその偶然によって、あのー、作曲を、あのー、進めていくっていう手法なんですけど。 ま,あまずそれの以前にそのこのまあ元の音符ですね音符と長さっていうのをどう決めたかっていうとあの星あの空の星ですね星の製の、まあ、図版っていうのがあるんですよ。あのそういうものにあのジョン・ケージがその「あここいいな」って言ってそこにあの五線譜を引いてでそこでまあその五線譜の あのところに引っかかった音をそのままピッチと時間の位置ということで決定したんですね。なのでご覧いただけるようとわかると思うんですけど、まあ、星ってもう無数にあるじゃないですか。そこで、えー、まあそこでまあ中場ジョンケージが適当にあの選んででその無数の星の中からあの構成を音楽あまあ、音符として構成していくわけなので。 すごくまあ星っていろんなところに散らばってあるところにはすごくごちゃごちゃあの固まってあるところには点々としてっていうことがあ,のあるのでまあ自然のものなのでねなのですごくその人工的ではない、まあ、本当に自然を模写してあの作ったものっていうのであのまあそのストーリー性ですとかそういったものがないんですね。でそのまあピッチと時間をその製図版 に5線を弾いて決めた後に他の,その例えば、まあ、ピッチと時間が決まったそしたら、えーとそのまあ、この音をどう弾くか例えばフォルテで弾くのかピアノで弾くのか、まあ、あと、えー、バイオリンのどの位置で弾くのかとか、えー、とこの,あの強さとかそういったものの細かいねあのことを、えー、その先ほど申し上げた「チャンスオペレーション」っていう占いとかサイコロとかそういう偶然の ことでれっていうのはまあそのセーズ版から移してそのチャンスオペレーションであの作曲をするっていうのは作曲家の意図っていうものが可能な限り排除されているんですね。えー、ということは、えー、それまでの,、ね、あの音楽の作品例えばまあ昔で言いましたらバッハとかモーツァルトとかベートーベンっていうのは彼らがその天才的なねあの頭で 考えてで完璧なその音楽の世界っていうものを音楽で実現したものを我々は聞いたり我々は演奏したりしているわけです。でもこれっていうのはあの可能な限りその作曲家の意思がない曲っていうことですごくその音楽の音楽作品のね根本的なあり方を変えたんですね。これはあのまあ1950年代ぐらいにジョンケージがあの有名になり始めて。 さまざまなところであの広がっていきまして、まあ、ヨーロッパ日本世界に広がっていくんですけど非常にセンセーショナルな曲なんですねなのでこの未知の,あの感覚がする曲を作り上げはい続いてはこのジョン・ケージの「フリーマンエチュード」が他のバイオリンの、えー、数々の曲とどういうところが難しいのかっていうことを 簡単な実演をあと交えてご説明をしていきたいと思います。どこが違うのかっていう点が、あの私の方で簡単にまとめたものが五つあります。一つ目が、えー、本当にたくさんの、えー、と指示が極めて短いスパン、短い期間のところで書かれているということです。で、はまず、えー、パガニーニのね、カプリース第二十四番というところ。 のえっと中からえっとこんな曲を弾いてみました。少しお聴きください。はい。まあこちらねあのピッチカードとかあのその中で音を弾いたりとかそういったまあいろいろな複合的な要素があの組み込まれてあのいる曲なんですけど、まあ例えばこちらを聴いていただくと。 これはジョン・ケージの11番の「ひセンテンスなんですけど、まあ、あのピッチカートも弾いたりしてるんですけどあの場所もいろいろなところを弾いたりですねあと音も全然あのここあちこに飛んでパガニーニだは大体ここで、ね、このひポジションここら辺で物事が解決していた演奏が解決していたんですけどジョン・ケージは、まあ、ピッチカートもあり シフティングもあり、あと弾く場所も違ったりして本当に複合的な要素が短い時間の中で起きるっていうそういうところがまずポイントの一つで挙げられるんじゃないかなと思います。で2つ目が、えーまあ、具体的なテクニックで短い間の中で、えー、たくさんのシフティングって言いますねバ、えー、イオリンの世界ではこう場所を移動するっていうことをシフティングっていうふうに。 あの言うんですけど、それがもう著しく早く。あの行うっていうことですね。はい、まあこちらのあの動画をご覧ください。はい。えー、こんな感じでもう常に動いてるんですね。まあ、それっていうのが他の。どのあの曲でも、あのありえない。 あのことなんですよねあのなかなか、えー、こんな短時間であの移動するっていうシフティングをするっていうことはなかなかないです。はい、でまあ3つ目がそれと付随しているんですけどあのどのような調整の、まあ、この曲自体が調整を伴わないのであの調整であの音楽バ、まあ、イオリンのね形っていうんですけど型を取って決めていくっていうことが可能なんですよね。 なので音を一個一個あの決めて取っていかないといけないっていうまあ、えー、とこちらの,あの動画をご覧頂きたいんですけど <music> はい、えー、こちらの動画、まあ、ちょっと。 すみません、楽器の弦を昨日ちょっと変えたばかりであの音がペンペンしているところが多分にあると思うんですけどそこはまあちょっと置いといてもらってあの今弾いたのがパガニーニの「カプリース24番の」の和音の,あの変装のところなんですけどこういう曲っていうのはまあ,あ,のまあ難しいんですけどあの型がちゃんと決まっているのでそれをまあ練習する,あのすることができてでしっかり練習するさえすればある程度あのテンポでも あの簡単に弾くことができるであのご覧いただいてもお分かりかと思うんですけどあんまり動かないんですよねこのシフティングがねなのであの比較的、まあ、あの楽な楽なと言っちゃ語弊がありますけどそこまであの実現不可能ではないんですよね。でもこちらの動画を次に見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけど。 はい、このようにあの和音でもすごくその脈略がないといいますか何もそのリレードしてない関係性がないあの調整で判断できないのであの手の形っていうのもすごくあの難しくてあの音を決めるっていうのも一つ苦労なんですよね。でそれに付随して例えばこれをアンプして弾くっていうことはものすごく難しいですよね。 例えばあのさっき弾いた「パガニーニ」の曲でしたらハーモニーとかそういうもの、まあ、手も覚えやすいですしそういうものも頭で認識しやすいのであのアンプで弾くっていうことはあのさほど難しい作業ではないんですけどこのえフリーマイチュードをあのアンプで弾くっていうのはうんなかなかチャレンジングな話だなと思いますす、えっと、つ目がえとにかくあの複雑なんですね、はいえっと、この動画をもう一度お見せします。 まあ、とにかく複雑ですよね、はい、こんななな複雑な楽譜はないです、はい、で最後に極めて演奏が難しいあのジョン・ケージの「フリーマエチュードを」をやっていく上で例えば練習曲ですとか、えー、それにこの演奏をできるようにするための,そのプログラムみたいなものが あのないんですよね今のところ、まあ、私が知っている限りだとないんですよね。例えばパガニーニの「カプリース」とか「イザイの、えー、ソナタ」とか、えー、そういったものをあの、まあ、テクニカル的にもすごく難しいそういったものを演奏するあの上でのその前段階といいますかこういった曲をあのこういった練習曲をねあの練習するとあのパガニーニとか。 意が弾けるるるよようううにななみたいなそういったいいいそっっものっていうのては結構あるんですよね曲でも「クロイツのカプリース」とか「ドントのエチュード」ですとかそういったものをやることでそのパガニーニのいろいろな難しいポイントっていうのを克服できるようなそういったプログラムがあるんですけどジョン・ケージの「エチュード」っていうのはをこなすプログラムっていうのはないんですよねまだ。 だったりカプリースだったり、えー、そういった、ね、改善していく上でのステップのようなものが示されているガイドラインみたいなものがないっていうところも、あのー、この,あのエチュードの特徴であのそれをが難しくしているポイントの一つでもあるんじゃないかなと思います。ななのので、まあ、個人的には、ねあのー、これを例えば、まあ、この調整もなくて、あのー 調整もなくて非常に細かく書かれている楽器をどのようにしたらあの演奏しやすくなるのかそういったまあガイドラインみたいなものもなんか個人的にはね今後あの作っていきたいなというふうに思っておりますはい次にこの曲のまあ魅力をお話ししたいなと思います先ほども申し上げたように他のね音楽作品と全然違った作られ方をしているので。 えー、他の音楽ではまあ味わえない感覚っていうものが味わうことができます。えー、秩序がなくて、またストーリーがなくてまあ、感覚的にはその人工的人があの一生懸命作ったものではなくて、あの本当にまあ散歩して聞くといいますか？散歩をしているようなあの、自然を感じられるような作品になっています。よく、あの私がまあ、この曲を何回か演奏して、あのお客様から。 あの質問を受けるのがこの曲のメッセージとかそういった伝えたいものっていうのはないのかというふうにあのよくあの質問を受けるんですけど、えー、それに関しましては強いて言えばそのないっていうこと自体が、まあ、一つのジョン・ケイジの、えー、メッセージなんじゃないかなと思います。そしてて、まあ、続いて質問を受けるのが まあ、じゃあこのメッセージのない音楽っていうのをじゃあどういうふうに聞けばいいんでしょうっていうのをあの次の質問でよく受けます、はいえー、それにつきましてはですねまあ本当に新しい感覚で秩序も全くないものなのであの正直今のね BGM とかカフェで流れる BGM とかテレビで流れる音楽とか、まあ、演奏会の大半で聴かれているような音楽に馴染みのある方々、まあ、今の現代の方々にとってはえー 聞きづらいんじゃないかなと思います、えー、ただそれはその別の見方をすればですね物語やメッセージ性のあるエンターテイメント作品まあ、作品に慣れすぎているということでもあると思うんですね、えー、まあ、極端な言い方をすればそういうものっていうのは、えー、こちら側のあの 受けてって言いますか。それを鑑賞する側の見方を限定してしまって、いろいろなその他の可能性もあるものを狭めてしまうということも考えられると思うんですね。なので、まあ、ジョンケージはまあ、そもそも音楽にメッセージは必要なのかっていう根本的な問いかけを彼のまあこのフリーマイチでもそうですけど、他の作品も通じて問いかけているということがあのあるんですね。ただあの自然に身を任せてじゃないですけど。 あの例えばまあ、この難しい音楽。まあ、ちょっとなかなかフォローしづらい音楽を。じゃあ自分だったらどういった観点をで持って聞けばいいあの聞こうっていうものを、例えば決めて聞いてもらったりするといいんじゃないかなと思います。例えばまあ、音の流れにフォーカスを向けて聞く。まあ,あとは響き、音の音色の違いにフォーカスを当ててあの聞くとかですね。あと、音色のその間、ま、ですね。音と音の間とかそういった。 ものは例えば、自然の,その独特の風があの起こってやんでっていうそういうた流れですとか虫が鳴いてやんでとかそういったところに置き換えてみようとかいろいろなそのインスピレーションを感じ取れるような姿勢でもってあの聞いていただくということがまずはいいんじゃないかなと思います。そしてまあ例えば、 ジョン・ケージという人の生涯についてまた学あのどこかであの学んでまたこの曲を聴いたりするとまた全然違ったふうに聞こえたりすると思うのでその時々によってまあその演奏される環境によってまあ自分の心境によって、ね、あの音楽が変わってくると思うのでそういったところのマインドを持って聴いていただくと、まあ、そのメッセージがないような音楽でもいろいろなあの気づきが得られるんじゃないかなと思います。はい とということでちょっとあの長く語ってしまったんですけど、えーまあ、そんな形で、ね、このジョン・ケージの、えーまあ、いわゆるまあメッセージのない音楽といったものに対する向き合い方をお話しさせていただきました。はい、とは言ってもですねあの、まあ、これだけの長い曲を、まあ、これだけのいろいろなその作,作法であの作っているっていうことは まあ、ジョン・ケージも何かしらのねあの考えみたいなものがあってこれを作っていると思うんですよね。まあ、ケージはその作品についてあまり多く語らないんですけど、まあ、この曲に秘められた、まあ、ケージの思いっていうものをあのちょっと汲み取ってあのお伝えしたいなと思います。でこの、えー、ジョン・ケージが作った「フリーマ・エチュード」が作られた時っていうのは1970年代後半。 1977年から1990年までということになるんですけど、まあ、ちょっと刑事の中では最初の方は特に落ち込んでいるあの時期に作られたんですね。っていうのも、まあ、その世界がすごくあの変革して、まあ、いろいろな出来事があの起こってでその我々一人があの何かしてもその変えられないものっていうのは結構あ,のありますよね、まあ、あの不条理ないろいろなことがねありますよね。で それに対してすごく刑事は重く捉えていて、まあ、何をしてもその不可能なものは不可能でやはりそれは変えられないっていうことをインタビューで言っているんですね。でこの現代社会は不規制のことにあふれているとで我々ではどうしようもないことも多い、まあ、この,そのフリーマエチュードに関しては不可能の,まあその実践だといいますか不可能の実用性だみたいなことをあのかなり悲観的に あの述べているんですねで、まあ、確かにあのそれはもちろんであの演奏者にとってもう、まあ、これを多分確実にあの完璧に多分テンポ通りに引きこなすっていうことはまあある曲に関してはすごくもうあの複雑になりすぎてしまっているところがあるので、まあ、多分人間のその感覚 今の感覚では、まあ、完璧に、あの、一音、ま、を間違えずに。そのノーテーション、まあ、書いてある通りに弾くっていうのは厳しい。でも、ここから、私の独自の解釈もちょっと含まれ。てはいるんですけど、まあ、ただ、このね、人が。この不可能に挑戦するっていうことに対して。人々に、まあ、逆に勇気を与えられるんじゃないかっていう。その、まあ、不可能だと分かっていても、まあ、その挑戦することで、何か、あの、違った。 風景がが見られたたり何か違った扉が開いてそれで人生が開けていくっていうことも多分あると思うのでそういったことをジョン・ケージは伝えたいのかなそこまで考えているのかはちょっと分からないですけど私はまあ演奏者としてねそういった観点でもってこの曲を捉えていきたいなっていうのが思っております。現にに、ね、ポーール・ズルコフスキーさんがこれはもうう不可能だっていうふうに 行ってそこで中断してしまったんですけどあの r b r d t さんというあのバイオリニストが出てきてこれを、まあ、完璧に弾いた完璧に近く弾いたっていうことでこの曲は完遂に至ったわけですしあのなのでそういったこともありえるので常にその、まあ、不可能なことは、まあ、ないと言いますかそういうふうに思って多分いろいろなことをやっていった方がいろいろなねことが好転していくと思うのであのそういった ところを、まあ、自分はその刑事さんがこの曲に対して作ったまあ彼はその時はかなり悲観的な思いでもって多分あの作っているとは思うんですけどそこをまあ自分は好転するような形であのまあ皆さんがその楽,しん、まあ、楽しんでいただけてでここのまあ聴く方もあの弾く方も大変で不可能で。 ということに対すする挑戦ですよねそういった場を提供することができるんじゃないかこの曲ができるんじゃないかというふうにいった思いのもとであの演奏をあのしていきたいなと思います。はい、以上がジョン・ケージの「フリーマンエチュード」についての、えーまあ、概要になっているんですけど、まあえー、ジョン・ケージさんっていうのはすごくあの現代音楽界の中では有名で。 まあ、あの有名な曲が「4分33秒」っていうね曲があるんですけど、まあ、皆さんもどこかでこの「4分33秒」っていうのは YouTube で見たりとかえテレビで見たりとか話だけは名前だけはねあのどこかで聞いたことがあるんじゃないかなと思います。まあ、この「4分33秒」っていうのはあのそのステージ上で4分33秒の間何もしないでいてそれでまあステージを降りて終わるっていうなかなかショッキングな曲なんですけど。 まあこれで有名なジョン・ケージっていうのはなんであのこんな奇抜なことをしても評価されていったのかっていうことはすごく疑問といいますかあの質問を受けることが多くてですね。で私の考えを申し上げると、えー、西洋のその考えその西洋のいろいろなかあの論理的なシステムの下でいろいろなあの音楽に限らずねあのものが作られていって。 そこであのこれまでではあのこれまでのようにやっぱ考えていろいろやってはあの、まあ、成長しないというかこのような状況から前に進めないということを多分みんながどんどんどっかで思っていたんじゃないかなと思うんですよね。なのでこの1950年にジョン・ケージっていうアメリカの作曲家がいきなりヨーロッパに来てそこであのセンセーショナルな曲をいろいろ発表して。 革命を起こし,まし起こしていくっていうのは時の流れにフィットしていたのかなっていうふうに思いますしまあそのジョン・ケージが登場したことによってやはりそのこれまでのいろいろなあの西洋の音楽っていうものの概念がやっぱり変わっていってそれはもうもちろんあの世界にあの普及してそこでまあ日本とか韓国とかいろいろな国の人もそのジョン・ケージの あのとりあえず思想に触れてそれに対してまあ影響を受けているっていうのは多分にあると思うんですねまあ好きか嫌いかっていうのはそ,のそれぞれの考え方にもよると思うんですけどなのですごくうんやっぱりその現代音楽現代もっと広く言うと現代アートですねそういったものに衝撃をもたらしたんですよね。そういった点で 評価をされていいるんじゃないかなかと思いま,す、はい、まあこのジョン・ケージの「フリーマン・エジュード」に私牧野純也はどういうふうに思っているのかと、えー、言いますと個人的にはあのすごく、えー、好きな曲でしてことあの断るとに機会があればね常に弾いていきたい曲だなというふうに思います。っていうのもバイオリン奏者の観点から あの、言っても、すごく、あの、技巧を、あの、研ぎ澄ますことができるというか。まあ、技巧もそうですし、あと、その音に対する感覚ですとか。そういった、まあ、弾き方ですとか、そういったものをどんどん研ぎ澄ますことっていうのが、すごく、あの、できるんですね。まあ、いわゆるフリーマンエチュード、まあ、練習曲っていう風な題名でもあるので。奏者にとっては、すごくいろいろな観点で、個人の。 あの技量をま確認したり、そこからまたさらにステップアップするっていうのがあのできる曲だなと思っています。そして、メロディーやハーモニーがない。まあ、この曲を、えー、聴衆の方々がどのようにあの感じて。もらえるのか、そういったことは常に演奏家としてまあ、音楽家として新たなあの音楽の境地を開くお手伝いと言いますか？そういった観点でも。 必要なななんじゃいいかなと思います、まあ、最初聞かれる方はこれの音楽っていうのはすごくあの聞きなじみがなくてフォローしにくくて聞きづらいって思うかもしれないんですけど何回も何回も聞いたりずっとその例えば2時間あるうちの1時間とかを聞き続けていると何か多分違った世界が見え始めてくると思うんですよね。で現にあのこの音楽を演奏して最初は <laughs> 結構分からなくて、まあ、帰ろうかと思ったけどでもあのしばらくして何か知ったいけどなぜか心地よくなってきたっていう風なあな意見も言ってくれたあの聴衆の方があのいましてああそういう、まあそのね、とりあえず慣れて触れていくことでまた違ったあの世界が見えるのかなっていうことも思いますのでそういった観点でもどんどん機会があればねこの曲を演奏していきたいなと。 思っていますいよいよ最後でのトピックになるんですけど、まあ、このジョン・ケージのフリーマイエチュード、まあ、もしくはもっと大きく捉えてジョン・ケージの、えー、作品ですねこれっていうのはこのどういうふうに現代の我々が生きている時代にフィットしていくんだろうっていうことを考えた時に今の時代にはこのように、えー、フィットするんじゃないかなと思います。 例えばこの YouTube ですとか、えー、あと皆さん多分よく利用されているんじゃないかなと思う Amazon プライムの動画ですとか、えー、Netflix の動画ですとかまあもっと言、えー、うとテレビですとかねそういったものっていうのは全て、えー、自動的なエンターテイメントですよね。えー、我々が何も あのしなくても、ただそこについていれば、その作品をそこまでね。深く考えなくても受け入れることが受け取る内容を受け取ることができると思うんですよね。ただ、この刑事の音楽っていうのはそういったあの姿勢ですと、やはりわからないことが多いんですよね。こちらが受動的ではなくて、能動的にあの作品を聴かないといけないということがあのあります。作品にまあ、いわゆる物語性ストーリー性っていうものがないからこそ。 聴衆の方自分自身がイメージを膨らませて何かその曲から得ようとしない限り得るものはないんじゃないかなというふうに思います。でもこれっていうのは現代のいいいろろな場面に当てはままると思います今はねあの社会でも個人の時代個人の時代っていうふうにあの言われて重要なことは自分で意思を持ってで自分で考えて そして行動するっていうことが、いろいろなところでね、求められていると思います。で、刑事の作品を、あの聞く。刑事の作品を受容するっていうことも、非常にそのね、個人で考えて行動するっていうところとリンクすると思うんですよね。刑事はその概念を。音楽という概念を、あの打ち壊して、新たなものをどん,どん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 提示していった。人です。なので、その刑事の作品を通じて、その刑事は今の。 我々に、ね、そのような自分でもっともっと行動してで自分で新たなあの感覚を養っていくそういったことを作品を通じて気づいてほしいのかなっていうふうに思うんですよね。そして、えー、本来音というふうにケージはそれいうことも言いたいんじゃないかなと思います。 えーまあ、このピアノですとか、えー、バイオリンですとかそういったしっかりとした音だけが音だけを使って構成されたものが音楽ではないっていうことを伝えたいんだと思うんですよね。でそれっていうのはあのまた社会にあのリンクさせて考えるとあの人種差別とかマイノリティの問題にも まあちょっとあの飛躍してるかなと思われる方もいるかもしれないんですけど通じるところがあると思うんですよね。もっといろいろな例えば風の音ですとか小鳥の音ですとか雨の音ですとか、えー、車が道路を走る音ですとかそういったいろいろなさまざまな音の形成で、まあ、音の世界があるんですよね。 でそれっていうのを社会に置き換えた時に、まあ、一つの人種や一つの考え方または権威性があるものだけを持つあの人たちだけがいる世界優位の世界ではないと思うんですよね。まあ、いろいろな考えの人いろいろな人種の人、まあ、他の生物あと植物いろいろなその地球上にある全てのものがあの必要な要素でそれの全てのものがあるからこそ今この、ね、世界が形成されると。 てると思うんですよね刑事はそののいうのも我々に教えてくれると思うんですよね一つの,あの作品、まあ、一つのものっていうのは多面的であってそういったことを我々は考えていかないといけないだから自分の一つのメッセージ自分の考えそういったものだけに固執せずにあらゆるあの可能性を除外しないで今後の人生を歩んでいこうみたいなそういったことを多分ジョン・ケージは 作品を通じて我々に教えてくれていると思うんですよね。なのでまあまとめてお話を最後にさせていただくと、ジョンケージの音楽っていうのを楽しむためには自分だったらどうするのか、どう聞くのか、えっ、ー、とこれを社会の今のこの時代にフィットさせると、社会で生きていくためには自分だったらどうするのかっていうこととリンクするとイコールになると思うんですね。音を聞くっていうことがまあ社会が奏でる、えー、いろいろな 今の音っていうものを聞くっていうことになるまあ、ちょっと私的な表現かもしれないんですけど、そういう風うになるんじゃないかなと思います。ジョンケージの。音を積極的にまあ聞くと、もしかすると、えー、現代の社会に対するアンテナっていうのも、もっと張り巡らされて、もっと感度が鋭くなるのかなと思います。はい、えー、以上でジョンケージの。 フリーマーエチュードというバイオリンの独奏のための曲の説明をしまして、そして最後にはあのジョンケージがどのように現在の我々の生活とリンクしていくのかっていうところも、あの多分に。まあこれは個人的な見解があの含まれていますけど、そういったことをお話をしました。もしあのジョンケージのことで、今度はまあこの曲について話してほしい。とか。もっとこういう。 あのことについて深掘りしてほしいとか、まああるいはここはここのポイントはちょっと違うよっていうあのいろいろな意見をもしよろしければコメント欄の方にあのいただけると嬉しく思います。私もあの演奏者としてあのいろいろあの調べてあのお伝えしているので、あの音楽学者ではないのでなかなかあの細かいところ っていうのもあの漏れてしまっているっていうことが多分にあると思うんですけど、そこはごあのご理解いただいて、あの演奏者の観点でまあ、こういったことを考えているんじゃないかとか、こういった伝え方があるんじゃないかっていうことを皆さんにねあのお伝えできればあのいいかなと思っています。はい、えー、以上をもちましてジョンケージフリーマインエチュードのご紹介を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。